Inanna Maria is guiding people while showing us a vision. In other words, it is a kind of a magic trick using alien technology. I hereby introduce seven magic tricks by Inanna Maria that has been recorded among the magic tricks. The fifth one is about the miracle in Fatima, which is said to have happened in 1917, or so-called the miracle of the dancing sun, together with the mystery of the third secret. Inanna Maria は人間にビジョンを見せながら人間を指導しています。言うなれば、エイリアンテクノロジーを使った手品ということになります。その手品の中でも記録が残っている7つの手品を紹介します。第5話は1917年に起きたと言われているあのファティマの踊る太陽事件です。そしてその第3の秘密の謎についてです。広志林、浜松市ジャパン、December the 26th.2022. World War the Third would begin in the Middle East in 1995 with an invasion of Israel by a United Arab Nation using conventional weapons, which would culminate in a nuclear holocaust.In the year 1999. Between 1999 and 2003, most of the life on this planet would suffer horribly and die as a result. The return of Christ would occur in the year 2011.20世紀初頭にはファティマの聖母事件が起こり、何万人もの目撃者が奇跡を見たことを証言した。その事件では以下のような予言が語られた。もし人類が邪悪から戻らず、キリストの足元にひれ伏さなかったなら、この惑星は自己崩壊し、目次録にある出来事が実際に起こるだろう。世界平和の計画と1992年に始まる偽りの宗教を携えて世界統一を果たす一人の子供が誕生するだろう。1995年頃、彼は邪悪で実際は反キリストであると人々は見極めるようになるだろう。1993年に通常兵器を使用するアラブ連合国がイスラエルに侵攻して第三次世界大戦が中東に始まるだろう。その通常兵器は1999年に核のホロコーストへと最高潮に達するだろう。1999年と2003年の間にこの惑星上のほとんどの生命は致命的に損害を被り、その結果死に絶えるだろう。キリストの再来が2011年に起こるであろう。このファティマの預言事件が宇宙人によるものである疑惑があるとして調査を行った結果、アメリカ政府は預言が宇宙人によるものであると断定した。宇宙人たちはそれは真実であると証言した。宇宙人たちは異種混合、つまりハイブリダイゼーションを通じて人間を生み出し、宗教、悪魔主義、魔法、魔術やオカルトを通じて人間を操作してきたのだと説明した。さらに宇宙人たちはタイムトラベルができ、
予言で語られた出来事が実際に起こるだろうと述べた。宇宙人たちはキリストの十字架の貼り付けを表すホログラムを見せ、それはフィルムに撮られた。彼らの証言が信頼できるかどうかは不明である。I write in obedience to you, my God, who command me to do so through His Excellency the Bishop of Lydia and through your most holy mother and mine. The third part of the secret revealed at the Cova da Ilha Fatima on July the 13th,1917。神よ、あなたのしもべとしてレイリアの司教様と最も聖なる聖母と私を通してこの手紙を書きます。すでに私が説明しました他の二つの秘密、つまり第一と第二の秘密の後、聖母の左少し上に左手に燃える剣を持った天使を私たちは見ました。それは閃光を放ち、あたかも世界を燃やしてしまうかのような炎を放っていました。が、聖母が右手を天にかざすと、その炎が消えました。そして天使が右手を地面の方を指すと、天使は大声で懺悔せよ懺悔せよ懺悔せよと叫びました。そしてまばゆいばかりの光の中に私は神を見ました。それは何か私たちが鏡の前を歩いているときに鏡に映った自分の姿のようでもあり、そこに見たのは白い服を着た司祭、つまりそれが聖なる父キリストであるかのような印象を私たちは持ちました。急な山を登っている他の司教、僧侶、男と女、信仰深い人たち、それにその山の頂上には皮のついたコルクのような木の幹に荒っぽく彫られた大きな十字架を見ました。その頂上へ着く前に聖なる父、つまりキリストが半分廃墟で半分揺れている大きな町を通り抜けて歩いているのを見ました。キリストは苦痛と悲しみに苦しみながら道の途中にある死体の魂に祈っていました。山の頂上にたどり着き、大きな十字架のところでひざまずいたとき、キリストは弾丸を撃ったり矢を放ったりする兵の一軍によって殺されました。同じように司教や他の人たちも殺されました。僧侶も信仰深い男も女も違った階級や地位の人たちも皆殺されました。十字架の2本の棒の下にはそれぞれがクリスタルのアスバリウム、つまり聖水をまく道具を持った二人の天使がいました。二人の天使は殉教者の血を集め、死者の魂が神への道へ進むようそれを振っていました。ファチマ第三の秘密について、ルチアが司教に宛てた手紙より。Wikipedia English writes as follows.
The miracle of the sun, as known as the miracle of Fatima, refers to an event that allegedly occurred on 13th of October 1917 above a large crowd who had gathered near Fatima, Portugal, in response to a prophecy made by three shepherd children. The prophecy was that the Virgin Mary, referred to as Our Lady of Fatima, would appear and perform miracles on that date. Newspapers published testimony from reporters and other people who claimed to have witnessed extraordinary solar activity, such as the sun appearing to dance or zigzag in the sky, careen towards the earth, or emit multicolored light and radiant colors. According to these reports, the event lasted approximately 10 minutes. ファティマの聖母はポルトガルの小さな町ファティマで起きたカトリック教会が公認している聖母の出現の一つである。ローマ教皇庁は奇跡として公に認めたが、第三の予言は長年にわたり秘匿された。何万もの群衆を前に太陽が狂ったように回転して見えたり、水源のないところから水が湧き、飲む者に奇跡的な治癒があったりしたことから、1930年10月13日現地管区レイリア司教によってこの出現は公認され、同年教皇ピオ12世は同地に巡礼する者への免召を宣言した。1967年には教皇庁により最初の聖母の出現があった5月13日がファティマの記念日に制定され、歴代ローマ教皇が巡礼に訪れたり、この出現のメッセージに基づき世界の奉献を行った。以上、ウィキペディアより、広志林、浜松市、ジャパン。当日現れた太陽は写真に収められていました。これがその写真です。で、これはユーフォロジストの間では今世紀最大の UFO事件として位置づけられています。で、今日のテーマはその後予言通りに現れた赤いオーロラ事件について焦点を当てて考えてみたいと思います。それは神による予言だったのか、それとも神の計画だったのか、謎が深まります。The Fatima prophecy was the third Fatima secret. You have seen hell where the souls of poor sinners go. To save them, God wishes to establish in the world devotion to my immaculate heart. If what I say to you is done, many souls will be saved andThere will be peace. 癒やしき罪人の行くところにあなた方は地獄を見るであろう。彼らを救うためには神は私の汚れなき心に対して世界が貢献することを望んでいる。もしあなた方に私の言ったことが成就されたなら、多くの魂が救われ平和が訪れるであろう。今の戦争、つまり第一次大戦は終わるだろうが、もし人々が神を怒らせることをやめなければ、ピウス11世の治世の間にさらに恐ろしい戦争が起こるだろう。あなた方が見知らぬ光に照らし出された夜を見るとき、それは
あなた方の罪、つまり聖なるファーザーの教会を迫害したことによる罪のために、つまり戦争、飢饉という方法によって世界が罰せられる神によってあなた方に与えられた偉大なサインと知るべきである。これを防ぐためには私の汚れなき心に対してロシアの粛清式を求めるため私はやってくるであろう。私のこの申し出が満たされた時、ロシアは心を改め世界に平和が訪れるであろう。がもしそうでなければロシアはその間違いを世界中にばらまき、世界に戦争が起き、教会の迫害が起きるであろう。善人は犠牲者となり、聖なるファーザーはさらに苦しむことになり、多くの国々が絶滅するであろう。最後には私の汚れなき心が勝利するであろう。聖なるファーザーはロシアを神聖にし、ロシアは改められ、世界に一定期間の平和が与えられるであろう。以上がファティマ第3の秘密の内容ですが、その秘密、つまり予言に基づいてその後赤いオーロラ事件というのが起きます。それについてウィキペディアには次のようにあります。ファティマ第3の秘密で予言されているように、1938年1月25日のニューヨークタイムズ紙は次のように報告している。オーロラがヨーロッパを驚かせた。人々は恐れで逃げ惑い、消防署に電話をかけた。その天空現象はカナダでもバミューダでもオーストリアからスコットランドにかけても見られた。またカナダでは短波放送はシャットダウンしてしまい、その状態は12時間も続いた。そのオーロラ事件が終わる頃、クリスチャン・ラコフスキーはソビエト連邦の中で審問を受けていた。彼はヒトラーの台頭とともに西側がそれに巻き込まれるという情報をスターリンに与え、ドイツに対抗するため西側との同盟を提案していた。ファティマの予言についての支持者たちは、第二次世界大戦がピウス11世が退位した後に起きたことについて、ファティマの秘密ではその戦争はヨーロッパで起きるとは特に明言していない。がピウス11世の時代の1937年に日本が中国を侵略していたので、つまり実際にはその時中国やアジアで第二次世界大戦が始まっていたということから、つまり予言通りにピウス11世の時代にもっと恐ろしい戦争なるものが起きたと主張している。以上がファティマの予言ということになりますが、その予言に基づいて続いて全世界で赤いオーロラ事件というのが起きます。その赤いオーロラ事件は神の予言によるものなのか、それとも神のプロジェクト、つまり計画によるものなのか、私林浩司はそれは神の計画によるものと判断しています。というのも神は予言などしないからです。となるとその後に起きた第二次世界大戦もまた神による計画だったということになるのでしょうか。続いて赤いオーロラ事件についての動画をつなげておきます。どうかご覧になってください。 Bye for now。The second secret of Fatima secret was a statement that World War I would end
along with the prediction of another war during the reign of Pope Pius XI, should men continue offering God and should Russia not convert? The second half requests that Russia be consecrated to the Immaculate Heart of Mary, and it is written as follows. You have seen hell where the souls of poor sinners go. To save them, God wishes to establish in the world devotion to my Immaculate Heart. If I say to you, it's done, many souls will be saved and there will be peace. The war is going to end, but if people do not cease offering God, a worse one will break out. During the pontificate of Pope Pius XI, when you see a night illumined by an unknown light, know that this is a great sign given you by God that He is about to punish the world for its crimes by means of war, famine, and persecutions of the Church and of the Holy Father. To prevent this, I shall come to ask for the consecration of Russia to my Immaculate Heart and the communion of reparation of the first Saturdays. If my requests are heeded, Russia will be converted and there will be peace. If not, she will spread her errors throughout the world, causing wars and persecutions of the Church. The good will be moderate, the Holy Father will have much to suffer, various nations will be annihilated. In the end, my Immaculate Heart will triumph. The Holy Father will consecrate Russia to me, and she shall be converted, and a period of peace will be granted to the world. このファティマの第二の秘密の中で、聖母マリアと言われていますけども、ファティマのレディは次のような予言をしていることになります。第一に、第一次大戦はもうすぐ終わるだろうということが、私の言うことを聞かなければピウス11世の法王の時代にさらに恐ろしい戦争が起こるだろうということ。そして空にあなた方がそれまでに見たことがないような光に覆われるのを見るならば、それはまさしく神による罰のサインである。簡単にまとめてみます。1、第一次大戦は終わりに近づいたが、このままでは次の法王、つまりピオ11世の時にさらに大きな不幸が起こる。2、次の大きな不幸の前に夜間に不思議な光が見える。これは神の警告の印である。3、ロシアは誤りを世界に撒き散らし、戦争を煽り立て、多くの国が消滅すると。その後、この世界は聖母マリアの予言通りにことが進んでいくことになりますが、その中でも特に注意していただきたいのが一番下の部分です。1938年の1月25日から26日にかけて、夜半のヨーロッパ全域の空に血のように赤いオーロラが出現した。
この驚くべき現象は当時の新聞に大きく報道された。そしてヒトラーの台頭、第二次世界大戦の勃発へと予言が成就されたと。血のように赤いオーロラが出現した。この事件をファティマの嵐事件と言います。1938年1月25日の夜、しかもその赤いオーロラは世界中で観測されています。もう一度年代を確認していただきたいと思います。ファティマの嵐事件が起きたのは1938年1月25日です。そして1938年10月にナチスドイツがウィーンを併合します。そしてその翌年の1939年の9月1日にドイツ軍はポーランドに進撃し、第二次世界大戦が始まります。つまり繰り返しになりますが、世界の情勢はファティマのレイディ、つまり聖母マリアの予言通りにことが進んだということになります。となると私たち人間はまさしく人間の歴史においても最も恐ろしい謎に直面することになります。つまり聖母マリアのあのファティマの予言は、それは予言なのか、それとも聖母マリアの予定を述べたものなのか、さらに言えばそれは聖母マリアの計画であったのかという問題です。もし計画ということになれば、あの第二次世界大戦争はまさしく聖母マリアによって仕組まれた戦争ということになってしまいます。私たち人間はこうした事実をどう判断したらよいのでしょうか。実際に赤いオーロラ事件、つまりファティマの嵐事件は現実問題として現実に起きています。これをどう判断するかという問題に行き着きます。果たしてそれは神のただ単なる霊的な予言であったのか、それとも神による計画であったのか、後の判断は皆さんにお任せします。 Bye for now。
Wikipedia writes as follows. The miracle of the sun was an event which occurred just after midday on Sunday the 13th, October 1917, attended by some 30,000 to 100,000 people who were gathered near Fatima, Portugal. Several newspaper reporters were in attendance and they took testimony from many people who claimed to have witnessed extraordinary solar activity. This recorded testimony was later added to by an Italian Catholic priest and researcher in the 1940s. According to this report, the event lasted approximately 10 minutes. The three children, Lucia and two other children, who originally claimed to have seen Lady of Fatima, also reported seeing a panorama of visions, including those of Jesus. In her fourth memoir, dated December the 8th, 1941, Sister Lucy copied the first two parts of the Fatima secret word for word, including what appears to be the conclusion to the whole secret. In the end, my immaculate heart will triumph. The Holy Father will consecrate Russia to me, and she will be converted, and a period of peace will be granted to the world. Vatican version of the third secret released on June the 26th, 2000. On June the 26th, 2000, the Vatican released what they claimed to be the third part of the secret of Fatima given by Our Lady to the three shepherd children on July the 13th, 1917. But this text contains no actual words of Our Lady indicated by the etc., etc. This event in Fatima, however, I, Hiroshi Hayashi, would like to say that implies more serious fact that we humans have been under the control of aliens whom you may call gods. 1917年の10月13日、ポルトガルのファティマで、いわゆる踊る太陽事件と呼ばれる、まあ、人間の歴史においてもですね、最大級の UFO 現象が起きます。この続く動画の中で、それについては詳しく説明しますが、その日およそ10万人もの人々がその踊る太陽を目撃します。で、その10月13日の踊る太陽事件に先立って、ルチアをはじめとする3人の子供が彼らが言うところのファチマのレイディに5回、実際にはうち1回は関係によって静止されているため4回会っています。その時、ファチマのレイディに教えられたのがファチマの秘密と呼ばれる3つのメッセージです。第1と第2についてはすでに公開されていますが、第3の秘密についてはそれから83年間、バチカンによって秘密にされました。が、2000年のですね、6月26日にそれが公開されました。今日はそれをそのまま翻訳して皆さんにお見せしますが、内容については様々に議論されています。また、公開された内容そのものが事実と違うと、まあ、広く指摘されています。例えば、ルチアは2時間も証言したのに、それにしては内容があまりにも短い。あるいはその内容を読んで、当時の法王がですね、呆然自失になってしまったというほどですね、まあ深刻な内容ではないということなど、さらに言えば、83年間も秘密にしておかねばならないほど重大な事実ではなかった、などなど。が、ここではこうした議論とは別に、さらに重大かつ深刻な事実が浮かび上がってきました。それを皆さんに今日ここで、この動画を通して紹介します。つまり私たち人間は明らかに私たちが神々と呼ぶエイリアンによってコントロールされているという事実です。わかりやすく言えば私たちの政治そのものがエイリアンによってコントロールされているという可能性が極めて大きいという事実です。ファティマの踊る太陽事件にはそんな事実も隠されていました。そんなバカなと思われる人はほんの15分間だけ私に時間をください。
あなたもその事件に隠れている重大かつ深刻な事実に驚愕なさるものと確信しています。その証拠を皆さんにここでお見せいたします。私たち人間は今の今も私たちが神と呼ぶエイリアンによって管理されています。This is Hiroshi Hamama City, Japan. では動画を見ながら説明します。ではファティマ第三の秘密。これがまあ三人の子供ですね。で、このイラストはですね、外国の方が送ってくださいました。ルチアたちが、まあ、証言に基づいてですね、描かれた絵だそうです。で、2000年6月26日に、いわゆる第1と第2はですね、すでに公開されていましたけども、第3の秘密について公開されたと。しかし、内容的には、目新しいものはないということだそうですね。で、ルチアがですね、近隣の司教にね、手紙を書いてまして、で、その手紙の内容から、まあ、大体、どのような、第三の秘密がね、どのようなものかということがわかる。ということで、こうした手紙が紹介されています。まあ、手紙の、手書きのですね、手紙が残っているってことですよね。で、それによると、まあ、ルチアたちがですね、まあ、目の前に、まるで、まあ、その、パノラマのね、ビジョンを見せられたということが書いてあるわけです。で、今日はここではこれがポイントではありません。まあ、このことについてはね、もうすでに多くの研究家がいろんな角度から、意見を述べてますので、私の出る幕はないと思われます。が、それ以上に深刻な問題が、この事件の裏に隠されていました。で、これをそのことについて、これから皆さんに話します。極めて深刻なことなんですよ。まあ、この、ルチアの、いわゆるまあ、その証言ですよね。証言の中に、実はロシアという言葉が3度出てくるんですね。で、そこに今日は注目していただきたいと思います。で、これがまあ2000年の6月26日に、公開された、待ってますか、バチカン側の、まあまあ、なんて言いますかね、まあ、文章ですけども、ロシアが戦争を起こして、ここにロシアという言葉が出てきますね。ここに注意してください。そして、迫害されると。で、苦しみもしてくれと書いてあるわけですね。いわゆるロシアが、いわゆる侵略すれば世界は滅ぶ国も出てくるだろうということが、ここに書いてあります。なあちですね、なぜファチマで踊る太陽事件が起きたかと言いますと、深くロシアが関わっていたということです。で、そのことを、まあ、三つの秘密の中に、こうした文言として残ってるわけですね。ロシア、ね。ロシアは、誤りとともに世界を侵略したと。まあそういうことなんですね。で、ロシア。ですから、まあ簡単に言えばロシアを何とかしろ。ということで、ファチマの、まあ、踊る太陽事件が起きた、起こされたということになりますよね。なあち、ただ単なるショーではなくて、その裏には、なんて言いますか、重大になっていますか。メッセージが込められていたということになるわけですね。皆さん、いわゆる信者の人に対しにですね、賞を見せるというような、そういった気持ちではなくて、そういった賞じゃありませんけどもね、奇跡を見せながら、大変な事態になってますよってことを言って、まあ、注意を喚起したということになるのではないでしょうか。すなわち、こういう形で人間の心を、まあ、動かしたということになるわけですね。それがまた、その、我々が神と呼ぶエイリアンの目的であったということにもなるわけです。で、これはルチアの手紙ですね。で、まあ、このように天使を見たとか、そのようなことが書いてあるわけですけども、まあ、今日は、これについても、まあ、マイナーな問題ということになるわけですね。大きな問題。今日のテーマではありません。今日のテーマは、今言いましたように、ファチマの、いわゆる、まあ、踊る太陽事件と、ロシアが深く絡んでいた。そして、そのロシアに対して、何とかしなさいよ、ということを、言うために、いわゆる、まあ、エイリアンがですね、10万人ほどの人たちの前で踊る太陽を見せたということになるわけです。なわち、こういう形でエイリアンは人間の政治そのものを動かそうとしたということになるわけです。まあ、ここが私は重大だと言ってるんですよ。
わかりますか？いわゆるまあ、なんて言いますか、人間の政治に直接、なんて言いますか、こうして奇跡という形で奇跡を見せる。まあ、奇跡ってことになるわけですけどもね、奇跡を見せることによって、人間の心を、まあ、誘導するというか、ですかね、動かすと言いますか、自分の目的に合わせて、人間を動かしていくというところに、まあ、私はその、このパシファル試験の目的があったというふうに解釈してますけども、まあ皆さんどうでしょうか？このロシアという言葉が出てくるというところに注意してくださいね。じゃあなぜロシアかということにもなってくるわけですけどもね、その理由も今これから皆さんに説明しますが、まあこのような形で、まあ、レディオブ・ファティマがですね、3人の子供の前に、計、まあ、6回現れるわけですね。1回は言ってませんけどね、その同じ年実は、1917年、ロシア革命が起きるんです。ここにポイントがあったわけですね。ロシア革命が、これはグレゴリー暦で3月と11月にロシア革命が起きます。ロシア暦では2月と10月ということになります。もう皆さんわかりですね。同じ年の3月に、ロシア革命が起きている。すなわち、この時、ロシアに、まあもちろんですけども、拠点を持つ、正教会、ロシア正教会が、まあ、大変な、まあ、大災害をこむるわけです。で、それに対して、まあ、エイリアンがですね、ファチマに現れて、大奇跡を演じてみせたということになります。まあ、これはですね、今ルチアたちが、6回、まあ、コンタクトしてるんですけど、1回、まあ、5回会うわけですけどね、の様子が書かれたものです。そして、6回目に、例の、ファチマの、いわゆる、まあ、踊る太陽事件へと繋がっていくわけです。で、年表にしてみました。注意深くご覧ください。3月にロシア革命が起きます。そしてその2ヶ月後に第1回目の遭遇があります。ルチアと3人の子供は、レディオブ・ファティマに会います。そしてそれが2回目、3回目、4回目、5回目、4回目は多分会ってないと思うんですけども、5回目、1回は抜けるんですね。人心を惑わすという理由で、官憲に逮捕されます。それで5回目になって、そして6回目に、ファティマの踊る太陽事件へと繋がっていきます。で、ここで10万人人が集まった。そして同じ年のその翌月に第2回目のロシア革命と言いますかね、11月に革命が起きます。2回目の革命というふうに言われています。で、ロシア正教会で忘れていかないのがパスハという祭りです。まあ、カトリックでは復活祭と言っている祭りですけども、ロシア正教会では最大の、また最重要の祭りとして言われています。そこで言われるのがイースターですね、要するに。そこで、まあ、卵ですね。イースターエッグというのは皆さんもご存知だと思いますけども、ロシア正教会では、このイースターエッグを大変重要視しています。そして、この復活祭、まあ、いわゆるまあ、にはですね、この卵を、まあ、で祝うってことですね。で、もう一度年表を見てください。3月にロシア革命を起きました。そして、続いて、ファティマで、3人の子供たちが、レディオ・ファティマに遭遇して、そして、ロシアを何とかしろ、ロシアを何とかしろ、ロシアを何とかしろという強烈なメッセージを受け取るわけです。まあ、それに基づいて、まあ、10万人近い人が集まって、そして、まあ、なんて言いますか、奇跡を目の当たりにするわけですね。そして、その間に滞在するのが、ロシア正教会ということになるわけです。まあ、そのことを、まあ、ファティマの、レディオ・ファティマは、表現したということになりますから、今、皆さんご覧いただいているのが、ロシア正教会の、イースターエッグです。もうわかりますね。なあち、まあ、はっきり言えば、イスタールがですね、このような形で、ファチマで、奇跡という形で現れて、そしてこのような形で、人間の政治に介入したということになります。これは大変重大な意味を持つわけですね。まあ、これはまあ、神々の形像を皆さんに見ていただいていますけれども、これらは、出陳説に基づいて、少し前私が作ったものです。アノがいて、エンディル、エンキがいます。で、エンディル一派の中の、いわゆるまあ、ラム族ですね、の、頂点に立つのが、やがて左のイシュタールですね、イナンナイシュタールです。で、右の方はマルドクへと流れが繋がっていって、そしてまあ、アノたちは、まあ、出陳説によればですよ、今から4800年ほど前に、ニビルに、へと帰っていきます。そして残ったのが、イナンナイシュタールと、それからマルドク一派。マルドクの方がサーペンド族ですね、になります。そしてこの二派がですね、互いに戦います。ただ、マルドクとザラストラの関係はわかりませんけども、流れを組んで、ザラストラ、そしてミトラ教へと繋がっていきます。ミトラが生まれた時、三人のマギ、ペルセポルスからやってきて、まあ、三人のマギがね、やってきて、ミトラの誕生を祝います。ミトラは、
母、アンヒータのもとでですね、処女階段で馬屋で生まれます。その、この3番目にいるのが、ついでですけども、ダリウスです。それから、いわゆる、まあ、ターキッシュケープを着て、フリジャブをかぶっています。そういうところから、まあ、これ、ダリウスと判断しました。顔も一致します。なあち、この3人の満義のうち、一番先頭右側にいるのが、カンブジア、2番目がストダラ・ゴータマ。なあち、私たちが、ブッダと呼んでいるシッタルダ・ゴータマのお父さんということになります。そして3番目が、ダリウスです。このように、まあ、ここでミトラ教と仏教の接点が生まれるんですよ。で、左が、イナナとシャーマン氏と組んで、キリスト教を立ち上げます。シャーマン氏は、ギリシャ神話でヘリオスと呼ばれています。そして、中央にあるのは、これザラスタラの肖像です。左が、イエス・キリストの一番古いカッパドキアに残ってる肖像ですね。顔も一致します。まあ、これは一致したというか、キリスト教の方が、まあ、コピーしたということになるわけですね。その流れが、ロシア正教会へと繋がっているわけです。そして、そのロシア正教会が最大の危機を迎えるわけですね。それが、ロシア革命ということになります。それで、まあ、イシュタールがですね、パッパ島に現れて、そして人心を誘導しようとしたということになるわけです。これはまさにですね、我々が神々と呼ぶ、いわゆるエイリアンの直接的な人間の政治への介入の一つの重大な証拠となるわけです。もう一度ここにロシアという言葉が出てくるところに注意してください。ロシア。いいですね。ロシア。なあち、ファティマの踊る太陽事件という奇跡は、ロシアを意識して起こされた、まあ、いわゆる奇跡。知っとく奇跡ということになります。ここが重要です。ただ単なるショーを私たち人間に見せたのではなくて、その裏には重大な意図が隠されていたということですね。言い換えますと、まあこういう形で人間の政治に直接、まあ神々が、我々の神々というエイリアンが直接介入してきた事件が、このファチマの踊る太陽事件ということになります。なあち、まあこれは人間にとっては大変深刻かつ重大な問題かと思います。私は今までですね、直接的にはエイリアンというのは人間の政治には介入してこない、していないもんだと思っていましたけども、この事件が、すなわち、エイリアンたちがですね、直接人間に介入してきたという直接の証拠になります。それがこの証拠の文ですね。こうした伝言も残しています。正に勝利した勝ったぞ私は安堵したぞ世界に平和が訪れるだろうっていうのは、伝言、メッセージまで、エイリアン、いわゆるファチマのね、レディオ・ファチマは残しています。そしてその証拠としてですね、3番目、ロシアは世界に煽り立つ、まあこれは予言ですけどもね、2番目ですかね、大きな光がヨーロッパ人に現れるだろうってことを受けましてですね、実は、その開口現象がヨーロッパ全土で起きています。まあこういう形でですね、まあこれは1938年の4月25日から26日にかけて、ヨーロッパ全土に赤いオーロラが見られます。見られたってことですね。こうした事件も実際に起きてるわけですね。これもファチマの予言通りに起きたということで、当時は大騒ぎになって、まあ、研究家によってですね、このオーロラ現象というのは、ファチマの予言に基づくものだというふうに説明されています。まあ、実際にこういうことが起きたということですよね。ヨーロッパに赤いオーロラが現れたということです。ということで、まあ今日は大変深刻な話をしました。続くビデオもどうかよろしかったらご覧ください。ファチマの事件の謎について迫っていただけるものと思います。Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about the Virgin of Fatima.On the day of October the 13th, 1917, almost 30,000 people witnessed, so-called, the dancing sun over their heads, the incident of which they call the miracle of the sun, as had been foretold by three children in Fatima. After this incident, Miss Jamenka in Spain wrote to me a mail in which she asked me to check the drawing of the Virgin of Fatima who had appeared in front of the three children to give them her messages. Here you see the representation of the Virgin of Fatima based on the initial descriptions provided by Lucia dos Santos, the largest of the three children who witnessed the appearancesIn 1917, in Cova da Ilha, Fatima, Portugal. 1917年10月13日、ファティマの奇跡が起こりました。太陽の奇跡と呼ばれているものです。その日、3人の子供の予告に従い、数万人の人たちが見ている頭上で、
太陽が様々な色の光線を放ちながら踊り始めたというのです。で、この事件についてスペイン在住のジェメンカさんという方よりこんなメールが届きました。3人の子供はその奇跡に先立ち、聖母、つまりマリアに何度か会っています。で、その中でも当時最年長だったルシアの証言に基づき、聖母の姿が記録として、つまり絵として残されていたというのです。その絵について私の方で検証してみてほしいと。で、これがそのルシアの証言に基づいて描かれた絵です。で、画面を見ながら説明します。これがジェメンカさんが届けてくださいました絵です。まあ一般には聖母マリアと言われていますけども、まあ聖母マリアであったかどうかは私にはわかりません。ともかくもそれと同時にですね、まあこの絵の載っているホームページを紹介してくださいましたので、そのホームページのまあ説明をですね、まあスペイン語で書かれていたんですけども、それを翻訳してみました。で、ルシアの供述の元にですね、こうした絵が描かれたということだそうです。まあ、この三人の子供のうち、向かって一番右側にいるのがルシアさんと思われます。これがその絵なんですね。まあ、聖母マリアと言われています。で、この絵について、まあ、いろいろと検証していますが、まず最初に思いつくのが、イシュタールです。まあ、ギリシャ彫刻、あるいはペルシャ周辺には、イシュタールの像がたくさん残っています。このイシュタール像と見比べていただきたいんですけども、頭の周りに降臨があります。そしてですね、大変、まあ、奇妙と言いますか、ことにこのボコボコ感ですね。これはイシュタールというのはもともとは豊穣の神でして、まあ、卵をぶら下げていたという説もありますが、もうこれ卵ではありませんね。卵というふうに、まあ、説明されています。そしてこのローブのような、まあ、ものを身にまとっています。そして足のコンセプトが大変よく似ているということですよね。で、私は、まあ、一致しているわけではありませんけども、この程度似ていれば、ほぼ同じというふうに私は判断します。すなわち、三人の子供が見た聖母マリアというのは、イシュタールの可能性が極めて高くなってきたということです。左右に、まあ、像となっているのは、これはギリシャ彫刻の、時代の話で、彫刻なんですよ。それと同じ、まあ、姿をしたですね、聖母マリアが三人の子供の前に現れて、いろいろと、まあ、なんて言いますか、メッセージを残したというわけです。で、私は、この、まあ、聖母マリアと言われているこの、まあ、人はですね、エイリアンであり、イシュタール、すなわち、イナンナであると判断しました。で、もう一度神々の歴史について振り返ってみたいと思いますけども、これは七鎮説に基づいて表にしたものです。左がラム族、まあレプタリアン族というふうに呼ばれています。右がサーペント、クラン、竜族ですね、延期の方です。で、まあこのようにですね、二つに分かれるわけですけども、もともと延期の方が兄であったんですけども、まあ制裁の子ではないということで、地上の支配権はエンリルの方に移ります。エンリルの方はレプタリアン族、そして延期の方はまあ、竜族ということになります。手がくるんくるんと曲がっているのが特徴です。その、まあ、竜族ですよね。これは、中国に残る儒家と伏羲ですけども、手に直角コンパス、直角定規とコンパスを持っています。そして人間を改造しました。そしてですね、まあ、そのあたりから、エンディルと延期の対立が始まったものと思われます。そして、この直角定規とコンパスは、現在のフリーメイソンのシンボルマークへと繋がっています。まあ、延期すなわち、プロメテウスは人間にとっては、まあ、なんて言いますか、英雄ということになるわけですね。一方、エンディルの方にとっては、悪魔ということになるわけです。そして、エンディルの方は、やがて、イシュタールと組んでですね、シャーマシュとイシュタールは組んで、キリスト教を立ち上げます。そして、まあ、延期をですね、サタンと位置づけます。左上がですね、これイシュタールの紋章。そしてその今現れたのがシャーマシュの紋章です。で、シャーマシュがイエス・キリストと名を語って、そしてキリスト教を立ち上げます。まあ、その前からミトラ教が、まあ、勢力を伸ばし始めるわけですね。それに対して私は危機感を抱いたのではないかと思います。まあ、右の上の図がですね、これはミトラ教の神事の様子です。まあ、この神事の中では、左側に、まあ、エンディル、そして右側に延期、三角形のマークがありますね。現在の、まあ、いわゆるまあ、フリーメイソンのシンボルマークです。もう一度神々の歴史を別の角度から迫ってみたいと思います。アヌ王がいます。そしてエンディルと延期がいます。で、延期は先ほど言いましたように兄ではあったんですけども、まあ、制裁の子ではないということで、まあ、
エンリルの方に、地球の支配権が、移るわけですね。そして、アヌオは、今から、3800年頃前に、いわゆるニビルに、戻っていったとされます。残ったのがイシュタール、そしてマルドックということになります。で、イシュタールがですね、やがて、シャーマシと組んでキリスト教を立ち上げます。これはですね、右の方はですね、これは直接的にはまだつながりはわかりませんけども、マルドックの方はやがてザラスストラ、すなわちゾラスター教を立ち上げて、そしてその一派がミトラ教を立ち上げます。その三人の、マギがですね、そのミトラ教の誕生に立ち上がります。一番向かって左にいるのがダリウスです。顔が一致します。となりますと、一番先頭にいるのがカンボジア、二番目にいるのがストダーナ・ゴータム、すなわち、ブッダの父親ということになります。そして、ダリウスに追われて、現在のレパール、すなわち、ルンビニへと逃げていきます。一方、シャールと、それからシャーマイ氏は組んで、キリスト教を立ち上げます。で、キリスト教は、そっくりそのままミトラ教をですね、コピーして、立ち上げます。そして、ローマ国教となると同時に、ミトラ教を徹底的に弾圧します。そのイシュタール、当初は、チャーチオブローマはイシュタール教の祝祭が強かったと思われます。そして、ローマ時代に、国教となった後ですね、イシュタールは、イースターと名を変名し、現在でもカトリックでは最大の祭りとして祝われています。こうした流れの中で考えていますと、マリアがですね、イシュタールがマリアの名前を語って、そして三人の子供の前に現れたとしても、何ら不思議はないということです。これがですね、もう一度戻りますけれども、ファティマに現れた、The Virgin ということになってますね。聖母マリアです。そしてその姿はイシュタールの姿と一致している。ここでまた、成功と言いますか、ぴったりと合うわけですね。そしてその衣服がですね、三人の子供の、証言に基づいて書かれた、いわゆる聖母の姿がですね、ギリシャ彫刻に表現されている、豊穣の神、イシュタールとまた一致するというわけです。こうして、不思議だと言いますか、連続性を持って繋がっているということはですね、現在の今でも、Virgin、すなわち、イシュタールは、この地球上のどこか、あるいは、地球上かどうかわかりませんけども、地球の近くのどこかにいると判断できると思います。この、なんて言いますか、これをですね、霊的な存在と見るか、あるいはエイリアンと見るか、皆さんの判断にお任せしますけども、続くビデオを見ていただくとわかりますように、もうこれは霊的な存在、すなわちスピリチュアル的な存在ではなくて、明らかにエイリアンですね。ということで、バージン・ファティマイコールイシュタールということになります。そしてそのイシュタールは、この2000年という時、あるいは2000年以上の時を経てですね、現在の今も、この地球、私たち人間の近くにいるということになります。で、結論ということになりますが、もう一つ、追記しておきたいと思います。これがその、1917年の、いわゆるファティマの様子ですね。この人たちの目線を見てください。みんなこの右の情報に向かって目線が向いてますね。ということは、太陽の、いわゆる踊る太陽は、右上方にあったということになります。ほぼ右の上の方ですね。しかし、この杖のですね、影をしっかりと見ていただきたいと思います。赤い線で示したのが、その杖ですけども、ぼんやりとですね、かすかに影が残ってるかなという感じで、見えますけども、影かどうかは、実のところはっきりしませんが、拡大していますと、なんとなくこう、ぼんやりとして見えますね。で、この日太陽が踊ったと言いますけども、この影を見てみますと、いわゆる人々がね、見上げてる、ダンシングサンの方向とは、影の、向きが違うってことですね。ってことは、この日私の、まだ、この図だけでははっきりしませんけど、また証拠を集めてみますけども、太陽が2つあったように思います。なあち、私たちが、元からある太陽とですね、その日、踊る太陽として現れた太陽とですね、人々の目線と、そしてこの棒の影がややずれているように感じます。ただ、これが影かどうかということはまだしっかりと判別できませんので、なんとも言えません。当時は曇りでですね、ダンシングさんがその雲を割って現れたということになっています。ですから、この影の形が、影とか、影の方向が違うと、本来ならこの左の白い線のような方に影が伸びて、この白い線ですね、のように、この黒い影のようなものができていてもおかしくないわけですね。目線の方向からして。ですから、太陽が私は当日二つあったのではないかと考えています。これは確かなことではありません。いかがでしょうか？続くビデオをどうかご覧になってください。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world.
Today's story is about the most major UFO witness incident, which occurred on October 13th, 1917, in Fatima, Portugal. On that day, 10,000 people witnessed the dancing sun in the sky as had been foretold by three children. Wikipedia writes about the incident as follows. The miracle of the sun was an event which occurred just after midday on Sunday the 13th, October 1917, attended by some 30,000 to 100,000 people who were gathered near Fatima, Portugal. Several newspaper reporters were in attendance and they took testimony from many people who claimed to have witnessed extraordinary solar activity. This recorded testimony was later added to by an Italian Catholic priest and researcher in the 1940s. It was an UFO, or what else do you think it was? 人類史上最大規模の UFO 目撃事件が1917年10月13日、ポルトガルのファティマで起きた、いわゆる踊る太陽事件、あるいは太陽の奇跡と呼ばれる事件です。その日、3人の子供たちの予言に従ってですね、まあ人々が集まってみますと、踊る太陽が空に現れ、ウィキペディア百科事典によると、3万人から10万人の人たちがそれを同時に目撃しました。それについての動画は、この動画の後につなげておきますから、それをご覧になってください。が、今日のポイントは、この事件そのものではありません。その大奇跡をですね、カトリックの信者でもない人や、若い人たちも皆同時に目撃したということです。写真を見ると、空を見上げながら懸命に祈っている人の姿もありますが、同時に姿勢を崩し、笑いながら見ている人もいます。まあ、新聞記事によりますと、泣きながら祈っている人もいたそうです。さらに、驚くべきことに、遠く離れたところから、ファティマ上空に、その踊る太陽を見た人もいるということです。まあ、ベランダからですね、そのファティマの踊る太陽を見た人もいるということです。もしこの大奇跡がですよ、霊的、つまりスピリチュアルなものであれば、こんなことはありえないことです。信者でもない人や、あるいは、まあ、信仰の浅い若い人がですね、ニヤニヤ笑って見てるような頭上にですね、そんな、まあ、奇跡が起きるはずがないということです。が、それでもあなたは、この事件をですね、神による大奇跡と捉えますか？またそのように考えることができますか？それとも、人類史上最大の UFO 事件と、あなたは考えますか？まあ、どちらであるにしよう、あなた自身で、もう一度考え、判断してみてください。繰り返しますが、UFO 目撃事件の中でもですね、人類最大の目撃事件といえば、ファティマの踊る太陽ということになります。で、まあ一部分を出ますが、こうしてご覧いただいてますけども、まあ、その事件の後ですね、1940年代に、カトリックの牧師がですね、このファティマに住んで、そしていろんな人たちから証言を集めたということなんですね。そうした記録がしっかりと残っていて、まあ本にもなったということだそうです。で、この子ですね、ファティマから18キロ離れたところに住んでいたエルシテがいましてね、まあそれは彼は少年時代にそれを見たそうですけども、その証言記録もあります。ベランダからまあなんて言いますか、空に見たのではなくて、まあ水平に見たということでしょうね。そしてですね、太陽自身は、まあ、見上げても眩しくなかったそうです。まあ太陽と考えることの方が無理があるのではないでしょうか。で、今日のポイントはですね、もう一度この事件を考え直してみてほしいのです。つまりここの部分ですね、そこにいた人の中には、信者もいたし、そうでない人もいた。経験な老婦人もいたし、そうでない若者もいたということです。まあ、信者の方がですね、そうした奇跡をですね、霊的な意味で見たということはあり得るかもしれませんけども、信者でもない人が見えたということは、まあ、そういうものではなかった、霊的なものではなかったというふうに私は判断します。そして、まあ、エルシは先ほど言いましたようにですね、家のベランダから見たと。そういうふうにまあ、証言している人もいるわけですね。ということは、太陽ではなくて、太陽とは別の、まあ、UFO であったということになるのではないでしょうか。繰り返しますが、人類史上最大の UFO 目撃事件です。
私は無視できない事件だと考えています。続くビデオをどうかご覧ください。Bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. A Miracle of the Sun, Mystery of Fatima. 太陽の奇跡、ファティマの謎。まず皆さんに神々の紋章についての説明をしておきたいと思います。大占領ジャパンです。バチカンです。そしてメッカ、カーバです。これがメッカの旧敷地図です。これらは神が人間に渡す王権のシンボル、すなわちリボンのついた輪を表していると私は考えます。アフラマズダーです。アフラマズダーがどこかの王にその輪を渡しているところです。丸い輪に短冊がついています。そしてこのシンボルが日本ではしめ縄になったと考えられます。マヤの王の耳飾りになっています。ツタンカーメン王もこんな耳飾りを使っていました。丸い輪にリボンです。王権を表すと考えられます。そしてアンク十字もその流れの中にあり、さらに興味深いことに、ツタンカーメン王の墓から見つかったこの飾り物の中には、太陽の紋章が彫り込まれています。左が聖なる紋章ですね。ジャパンです。やはり太陽をかたどっていると考えられます。では、ファティマへ行ってみましょう。このバチカンから線を引いてみます。90度時計回りに回してみますと 90.0、89.44 でモヘンジョダロに向かいます。反対側 270.0、すなわち 268.96 で、まあ西になるんですけども、その方向にファティマがあります。中央がバチカンです。まっすぐ右、すなわち90度で行きますと、モヘンジョダロ。270度で、まあ西に行きますと、ファティマへ行きます。ファティマはこういう位置関係にあります。そのファティマへ行ってみましょう。ファティマです。ここで1971年の10月13日、大変な奇跡が起こりました。ファティマです。現在のファティマです。1917年の10月13日、三人の子供の予言により人々が集まると目の前で大変なことが起こりました。これは1917年10月13日の様子です。当時のカメラマンがこのような写真を残してくれました。そして人々が待っているとその奇跡は起こりました。いろいろな説明がなされていますが、予言通りに、まあ、信じがたい現象が起きたということが、まあ、不思議、謎、ということになります。人々が見上げていると、雨が止み、そして雲が裂け、青い空が見えたかと思うと、太陽が現れたというのですね。そして、当時の人々の言葉を借りるなら、太陽がダンスを始めたと言います。
それが、まあ、ファティマの奇跡、太陽の奇跡と呼ばれているものです。本当にそんなことがあったのか、なかったのか。その奇跡について調べてみますと、ウィキペディア英語版の方で詳しく説明してありました。それを、まあ、訳してみますので、どうかお読みください。で、検証してみますが、太陽のダンスはあったのかなかったのかということなんですね。太陽のダンスはありました。またあったと考えることの方が合理的で自然です。その証拠がファティマに残っているわけですね。これが現在のファティマです。もし嘘やまあ、インチキであれば、このような寺院を建てることを、この地域の人が良しとはしなかったはずです。こうした壮大な寺院が建っていること自体が、その証拠だということになります。人々がそれを支えたのです。懸命に支えたのですね。それに、この線を見てください。右がモヘンジョダロ、左がファティマ、そして中央がバチカンですけども、真一直線に並んでいます。が、それだけではありません。これが現在のファティマです。そして、左がバチカンです。
大占領ジャパンです。そしてメッカ・カーバです。このように神々は天から見て、それとわかるような紋章を地上に残しました。ここが神々の領地であるぞという紋章です。つまり、私はこれが証拠だと考えます。